じゃあ見てみようか最善に打ったつもりなのに負けたのはおかしいと、うん、ねみんなこれ好きだねこれ こうやったときには、いい手なんだけどね。もしこうなったら、この手が狭いからね。だけど、これちょっと場合が違うんじゃないかな。これほら、広く開いちゃうから、ここには打ってくれないでしょこういうふうになってもちょっと、うん、これいい場所に来てるから、これ。 だから、使う場所が間違ってないかなんまあ、三々に入れば定石だけど、これみ結構みんな好きなんだよね。うん、これはね、黒、ク黒,うん、黒はよくみんな打ってるね、これね。これ定石になってんのかな、最近はちょっと、先生は知らないんだけど。 うん、AI の定石だってね言われちゃうからね変だなと思っても AI の手なのかもしれないねここまでは黒 OK だねむしろ白はちょっと変な方からいってるぞこっちが大きいんじゃないかな これでクロロを消しながら自分の守りなんていうのかな増やすっていうかねいい構えこれ黒攻めようとしたんだけどここもちょっとあるしうんなんかこれこっちもあるしどっちが強いんだかわかんないよねこれ逆石が逆じゃないかな方向が うん、これは白まずいと思うよ。おでもこれを手はかっこいい手だね。こうやって、こういうふうにやって、えー、どうすんだこれ。意外とうまくいかないか意外とうまくいかないか技が入ったかと思ったけど、あんまりうまくいかないね。よ <laughs> し。で、そう、 そういうような、うん、狙いかと思ったけど。切ったのか。ああ、これ、え抜きでいいでしょう、抜きで。黒が全然いいよ、これで。なぜ余計なことを。抜く一手だよ。 うん。殺せるってことだよね。これで殺せるってことだよね。えー、でも本当かな本当に殺せるかな例えばここはこうになるよね。あとは、こう、こうなって、こっちもあるんだよね。殺せるかな本当に。自分が死んじゃったりして。 これ抜いたらさどうするのシロ？こういうこと？これ十分だよこんなに熱くなったら。この時にさシロこうやったってさ今のよりいいでしょ？こここれよりもさだってこの辺こんななんか。 なんかこんな感じになっちゃってんだよ。抜かせちゃって。めちゃくちゃ損してるよ、白。だから、もうありがとうございますって言って抜けばいいのに欲張ったね。で、白もご,ごめんなさいしちゃったんだ。これはね、気合で抜いてもう死んでもこれでなんとかするしかない。これ、継ぐのではうん。 これだって、うん、これはなるほど狙い通り目をと、うん、取れそうだね。うん。だからここでは、うんだから無理やり全部取らないでいいんだよもう、うん、どうぞどうぞってやってどっか、うん、大きいとこ打って、うん、気持ちは分かる気持ちは分かるが取ろう取ろうは取られのもとでな。 これなんで抜かなかったこういったらこっちから取れるでしょこれが読めなきゃどうしようもないぞ。これは10級の読みだよ。10級の読み。これが怖いんだったら <laughs>、これが読めないのに、そんな無理やり取りれたらだめだよ。 石を取りに行くっていうのはものすごく手が読めないといけないんだよ。ここでこんな手打ってやめちゃうんだったら最初からもっとうんそれはダメ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 さ。それだったらもうちゃんとしっかり得を取って無理,をしな無理攻めをやめてこれをうっかりするような人がそんな贅沢しちゃダメ。